勇気のことを話している。このままでいいの？レナ、勇気はクラスで生き始めている。私は私の背中を押す。愛があれば大丈夫。長岡市内の中学生が学習や部活動の成果を発表する総合文化祭 JHS 長岡夢フェスタ。長岡市が取り組む熱中感動夢づくり教育の一環です。学校の特色ある活動を広く市民に知ってもらうイベントとして今回で3回目を数えます。演目は吹奏楽や合唱、琴の演奏のほか、総合的な学習の時間の成果発表やオリジナルのミュージカルなど様々。生徒たちの日頃の努力が来場者の心に響きます。今回のなるほど長岡は今年度で10年目を迎えた長岡市の熱中感動夢づくり教育を紹介します。北越戊辰戦争で大きな被害を受けた長岡藩、第三次小林寅三郎は峰山藩から送られた100俵の米を国官学校の新校舎開校の資金に充てました。1500人の藩士、100俵ばかりの米、それで暮らしが楽になるかな。1日か2日で食いつぶして何が残るんだ。町とは人が起こすもの、町づくりは人づくりから始まる。教育の大切さを説いた寅三郎の思想は米100俵の精神として今も長岡に受け継がれています。米百俵の精神が息づく長岡市が平成17年度から取り組んでいるのが熱中感動夢づくり教育です。平成24年には脳科学者の茂木健一郎さんと森市長が教育について対談を行いました。まあ、例えば国語とか算数とかそういう基本的な科目が大事だと言われて、それは確かにそうなんですけど、やっぱり子どもたちの心に火をつけるっていうんですかね、学びへの意欲をもし彼らに伝えることができたら、もうあとはある意味では自分たちで勉強していってくれるっていうんでしょうか、はいはい、とても大事なところだと思うんですよね。長岡はその手段というよりもどういう教育とかどういう理念に基づいてやろうかっていう議論から始めたんでね、先ほど言われたことがものすごく私ね的を置いていただいて、ね、嬉しいですね。豊かな体験と確かな学びで子どもたちの夢を描く力と生き抜く自信を育む熱中感動夢づくり教育、長岡市は3つの柱で取り組んでいます。1、どの子にも分かる授業の実現。日々の授業が分かることはやる気や学ぶ意欲の源です。読み書き計算、基礎基本を身につけさせるために学校を人的財政的に支援、さらに教員の人間力指導力の向上も図ります。2、地域の力市民の力を生かした教育の推進。教育に地域の力、市民の力は欠かせません。子どもたちが地域の大人と関わることで社会の生きた知恵や知恵に触れ、たくましく生き抜く力が育ちます。3、熱中感動体験の充実。何かに夢中になり熱中感動することは夢を描くきっかけになります。一流の芸術に触れたり様々な本物体験をすることで子どもたちのやる気や学ぶ意欲を引き出します。10年の節目となる今年度、熱中感動夢づくり教育では69もの事業を実施しています。平成15年度から始まった教員サポート練成塾、経験豊富な校長 OB/OG が授業力人間力を高めたいと志願する教員を1年間にわたってマンツーマンで指導します。今年度教員サポート練成塾を受講した関原小学校の関野さんです。もっとこう子どもたちのためとか、もっと自分の成長をレベルアップするために練成塾受講して
それが終わった後にもっと子どもたちのためにいい授業、分かりやすい授業ができるようになれたらいいなと思って受講しました。関野さんを指導するのは、昨年度まで小学校で校長を務めていた金沢さんです。指導員は学校に出向いて授業の様子を観察、放課後に授業の進め方や教材の使い方など具体的なアドバイスをします。授業前、授業後も同じ時間ぐらいたっぷりとこう1対1の対話でこう話ができるというのがすごく私はいいなというふうにこう思っています。平成15年度から始まった教員サポート練成塾には延べ700人以上が参加。関野さんも1年間の成果を感じています。必ずその毎時間良かったところを必ず言ってくださいます。そのことがすごく私自身自信につながって、そのことは継続していく、改善すべきことは改善していくっていうふうなにできているのとても感謝しています。子どもに信頼されれば保護者にも必然的に信頼されますし、保護者に信頼されれば地域にも信頼されるので、まず第一は子どもに信頼される、そういう教師になってほしいなと思っています。人づくりの大切さを形にした教員サポート練成塾、米百俵の町長岡から始まったこの取り組みは、今では全国の自治体に広がっています。さまざまな知識やスキルを持つ地域の大人たちを先生に迎える、ようこそ町の先生。地域の力、市民の力を生かし、豊かな体験活動を学校教育に取り入れています。町の先生には延べ2000人の市民が協力、子どもたちの成長を支え、地域と学校をつないでいます。地域にはその土地ならではの歴史や文化があります。地域に根付いた教育に取り組むことは、子どもたちの地域への愛着を高め、生きていく上での誇りにもつながります。そこで長岡市は市内すべての学校へ1校平均40万円の裁量予算を配当し、学校独自の教育活動を支援しています。さらに学校が企画した特色ある取り組みには夢企画として加算配当し、充実した教育活動を後押ししています。この学校子ども輝き塾の夢企画を活用して、東日本大震災の被災地で慰霊と復興の花火を打ち上げた脇野町小学校です。毎年8月2日3日に開催される長岡祭り大花火大会、長岡花火には長岡空襲で亡くなられた方への慰霊と復興に尽力した先人への感謝、そして世界平和への願いが込められています。そして空襲のあった8月1日に打ち上げられる白一色の花火白菊には慰霊の思いが表されています。脇野町小学校は東日本大震災をきっかけに、岩手県陸前高田市の広田小学校と交流を深め、被災地の現状を学びました。そして震災で亡くなった方への慰霊と一日も早い東北の復興を願い、平成25年から陸前高田市で白菊を打ち上げています。大感激、素晴らしい、綺麗だったね。そうでしたね。こんなの初めてですよ。あ、そうですか。こんな近くでどこにいたんだべ。陸前高田はまだ、全部復興は終わってないけど、頑張って今復興してるから、自分たちもしっかり手伝ったりボランティアに進んで参加しなければいけないってことを伝えたいです。今年は戦後70年の節目、長岡市内の小中学校ではさまざまなテーマで平和学習が進められています。平和学習に力を入れている南中学校、2年生149人は戦争を体験した地域の人たちから話を聞き、戦争による悲劇や長岡花火の意味について学びました。
話を聞いて、戦争っていうのは本当に多くの人を苦しめる、とてもひどいことで、まあ、とても聞いたときはすごい衝撃がありました。平和の大切さと戦争の記憶を語り継ぎたい。生徒たちは証言をもとにした創作劇を上演するため現在稽古に励んでいます。脚本や衣装、舞台道具や照明など全て生徒たちの手作り。学校子ども輝き塾の夢企画を活用してポスターやチラシも作成しました。創作劇の登場人物の一人、今井さん、南中学校の3回生で10歳の時に長岡空襲に遭いました。いや、これは全身、まあね、私なりの、まあ、話を子どもたちにしたいなと。正直喜んだね。ああ、いや、よく聞いてくれたと。ああ先生がいつもそう言っているからだろ。あ、いけね、豆腐の挨拶があるってもう帰らんば。また明日の。あいつんちは豆腐やらっけ、配達だろ。あの、演技がいいとか悪いとか、そういう以前にね、やっぱり一つのそのね、事実を伝えようというそっちの方が大きいわけなんでね、だんだんがただね、物おじしないでね、堂々とねやってもらいたいなと思う。慰霊の花火、白菊の生みの親、加瀬誠二さんとその息子明さん、4代続く花火師です。白菊は太平洋戦争でのシベリア抑留を経験した誠二さんが亡き戦友のために作った慰霊の花火です。今回南中学校の生徒は白菊に込められた加瀬さんの思いを創作劇で伝えます。そうか、死んだ人の墓の前に住んでられるのすけ、花火はよく似合うことだな。どんげの花火あげるから。こう白い菊の花剣がしんなり開いて、寒気の花なら白い菊がいいの。よう考えなさった。花火師としてもう最高の幸せ。今の子供たちには戦争とか、争いとかそういう非人間的なことはもう考えなくて、もっぱら子供として成長する道を選んで、それぞれの、その立派な人間になるように努力してもらいたいという気持ち。普通の花火と同じなんだけれども、なんかそこに魂があるような、そのせいを霊を眺めて次の日本ももっといい日本にしてもらうように援助してくださいという一口で言えばその気持ちでいます。市民が学校に寄せる期待、あるいは、学校がそれに応えていくことっていうのはとても大事だと思っています。地域と一緒にこう価値のあることがこう作っていけると、新しい学校教育っていうものの姿が少しずつこう形になるんじゃないかな、なんて壮大なことを思っています。本番では見に来てくださる方に少しでも戦争に対する見方だったりとか心の変化があっていただけたら、私たちの使命は達成できたと言えると思うので、この戦争再現者の方の思いをしっかり伝えられるように、もっとどんどん工夫をしていい劇にしていきたいです。町とは人が起こすもの。町づくりは人づくりから始まる。米百俵の精神は熱中感動夢づくり教育となって、今なお長岡の教育、町づくりに受け継がれています。豊かな自然に恵まれ、日本の古き良き伝統文化が息づいている長岡市。地域には子どもたちの成長を支える大人たちがいます。子どもたちが地域との関わりの中でこの土地の素晴らしさを感じ、誇りを持って成長することができるように、長岡市はこれからも熱中感動夢づくり教育を推進していきます。